セントフランシスリバーはアメリカ海軍の火力支援艦。艦名はミシシッピ側の支流セントフランシス側にちなむ。LSMR-525 は1945年5月19日にテキサス州ヒューストンのブラウンシップビルディング社で寄港した。1945年6月16日に浸水し、1945年8月14日に収益した。 成長後不活性化を命じられた LSMR-525 は1945年10月25日に大西洋予備役艦隊入りし1946年3月28日に退役したフロリダ州グリーンケーブスプリングスに渓流、保管されたが朝鮮戦争の勃発に伴い現役復帰が命じられる。 1950年9月16日に最終駅した LSMR-525 は1951年7月17日に朝鮮海域の戦闘地帯入りし元山の敵拠点に対してロケット攻撃を行った LSMR-525 は日本を拠点として作戦活動に従事しその年の秋まで 元山に対して地上部隊への火力支援を行った。12月半ばにサンディエゴに帰還1952年を通して同地に泊まる。1953年1月12日にサンディエゴを出港3月24日に韓国沖に到着すると、平壌及び南浦の南西に位置する総区通防衛のための砲撃支援艦となる。 休戦成立後 LSMR-525 はサンディエゴに帰還し8月28日に到着した。およそ1年後の1954年9月20日 LSMR-525 は再び西へ向けて出港し朝鮮戦争後発の配備に就く。1955年は定期任務に従事し2月には大臣軍等での中国国民党軍の撤退を援護した。 その後歳海岸に帰還すると、LSMR-525 は第一艦隊での任務を再開する。10月1日にセントフランシスリバーへと改名され、同年11月21日に退役、太平洋予備役艦隊入りした。セントフランシスリバーは1965年9月18日にサンフランシスコで最終駅し、1966年2月8日にサンディエゴを出港。 新たな母校の横須賀に向かった。日本から南へ向けて出港し、4月19日に南ベトナムのダナンに到着、メコンデルタにおいて、地上部隊の支援任務に就く。カムラン湾で定期的に弾薬を補給し、オーバーホールは横須賀で行われた。セントフランシスリバは1966年から1969年まで南ベトナムにおいて、 地上部隊支援のためのロケット攻撃を行った。この期間にセントフランシスリバーをはじめとする火力支援艦による地上部隊へのロケット弾による支援攻撃は数多くの効果的な結果を達成することとなった。1969年1月1日に LFR へと艦視変更されたセントフランシスリバーは1970年4月17日に退役し、 同日除籍された。その後1970年11月に、サセボにおいて、日照祝いアメリカ社にスクラップとして売却された。LSMR-525 は、朝鮮戦争の先行で3個の、ベトナム戦争の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。